雑体で。持ち粉で繋いでます。ちょっと手にくっつきやすいです。この分厚い方のタオルで頻繁に湿らしながら洗ってください。はい、ここでくるくるって丸めてください。でここ湿らのところが、あの角が取れます。丸になりますわ。この白いところ、ギュッと押します。そう、ギュッと押して。そうしますと、真ん中が少しくぼむでしょう。で、このところをね、こうしてね、この利き手の膨らむところでこうして、平らにしていくんで。金ぐらいに持って、先ほどでしたよ。はい、押さえますよ。ギュッと押さえて、ギュッと押さえて、はい、支えて、離して、これを民回転させます。すまんね。そう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 。合ってます。これもね、はいはい、ここにこうやな、この状態にして、で上に上げていく、はい、反対側が二重になってますので、白と合わせたように、すごい。はい、手のひらを、なんか触るぐらいの大きさよ。あんまり広くついたからやったんだよ。で、ここでまたさっきと一緒。中指の指の付け根に置いて、進んでいくよ。みんなは最善使ってください。支える、支える、分解で。親指で進もうと思わない。押さえて、支える。そこの中指、押さえて、支えて。離す ?OK。押さえて、支えて。そう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 。うん、その左手の親指で進もうと思わない。はい。右から上げていく感じ。親指中指。1、2、3、4。おすすめになりましたらね、これね、またね、丸くしもね、丸くして。で、今度少しだけ平らにするのよ、これもね。少しだけよ。少しだけ平らに。あまり平らにすると、ケース、ケース収まらないからね。これでね、一辺だけ、ポンと打って、変くくるの。一つだけ平らにするのね。で、これでどんどん打ってこう、そう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 、そう、一面が平らでしょ。竹べらを動かすんじゃなくて、お菓子を動かすの。真ん中ぐらい、うん、ね、そっからね、小指のね、指の付け根から初めての関節、まあ、付け根でも下の方にドットを動かしたね。今度ね、3つ目、均等ね、これね、
はい、今日作っていただいたお菓子は賞味期限明日中ですから十分注意してください。どうも。